旧行警鉄、湖面電車系鉄は、香港の港鉄によって運行されている、ライトレール。香港郊外の深海西部に位置する、田室門区と、元明楽を結ぶ。旧称は旧行警鉄。警鉄は、深海中央部から、西部の交通の利便を図り、1988年に、初めての路線が開通。現在では、かなりのルートが、きめ細かく設定されている。 この路線は一両編成か二両編成で運転されている。各ルートの終点などではループ線を使用して方向転換する。このため使用される車両の運転台は進行方向のみ、ドアも進行方向左側のみとなっている。軽鉄は非閉塞方式で運転されるが最高営業速度が時速 70km に達するので高速路面電車とも呼ばれている。 車内には、運賃箱などは設置されず、大半の乗客は停留所や安全地帯に、設置されているリーダーにオクトパスカードをタッチして、乗降するか、併設の券売機で乗車区間送往のチケットを購入する。このチケットは通常、係員に示したりすることはないが、必要に応じて巡回している乗務員にカード及びチケットの提示を求められる場合がある。これらの支払い方は、 ヨーロッパにおける路面電車の運営方式を参考にしていると思われる。2003年に元明駅と門駅間の西鉄線が開通し、オクトパスで乗車する場合は、西鉄線と軽鉄相互に乗り継ぐ場合、軽鉄部分が無料になる。香港政府は1970年代に、 郊外の田室門地区で宅地開発を行うことを計画した時点からすでに鉄道建設を計画し、軌道用の空間を確保していたが、実際にはその時点でどの鉄道会社に営業権を与えるか決定していなかった。1982年になり、政府は香港トラム社を保有する急流層グループにこの鉄道建設と運営を持ちかけた。 当初同グループは興味を示し、2階建てトラムを運行することを検討したが、結局建設を辞退するに至った。その後、政府はちょうど設立された旧高鉄路日本鉄道を建設するように持ちかけ、1984年に本鉄道の建設と運営を決定し、研究を開始し、1985年になって正式に着工した。当時急流バスは、 タムロモン区と元アキラ区でバス路線網を広げており、うちほどの路線が本鉄道と重複することになるため利益が減ることを懸念した。政府は結局、京弁鉄道独占エリアという概念を取り入れ、九龍バスにトンモンと元アキラを結ぶ一部バス路線からの撤退と、代わりにタムロモンと左官各地区を結ぶ多くのバス路線を開設させた。この外、 政府は、急流バスが軽便鉄道独占エリア内で客を乗降させるのを制限し、急行鉄路講使が軽便鉄道駅と住宅地の間に連絡バスを運営するのを認可し、以前の急流バス路線の代替とした。軽便鉄道は1988年8月8日に開業する予定であったが、同年6月と7月の試運転中に歩行者、自転車、 自動車との間で何件もの交通事故を起こして政府より安全対策が取られるまで試運転禁止の行政命令を受け8月8日の開業に間に合わなくなった1988年9月18日1月あまり遅れてようやく正式開業となった開業当初はトンボン総端から東北方面に青山航路を通って元明へ行くメイン路線のには トン地区内の住宅地を通るにルートしかなかった。東南方面の安定村域と、西南方面のタムロモンバ島域である。当初、全体の路線は5つの料金ゾーンに分けられたが、2003年に、ルートが拡張したのを機に6つの料金ゾーンに変更された。急行鉄路の接続バスについては、ゾーン性を採用せず、乗り継ぎ割引料金を設定している。 急行系鉄の第二期車両延命工事済みの編成1042の電車、UI 駅へ入線中の電車、ホームの前は併用軌道である。現有車両は122両、1両あたり200人余りの定員である。イメージカラーはオレンジ色であるが、路線ごとに異なる色を配して区別している。1013は1994年7月29日。 1027は2011年5月8日に大型車との衝突事故で大破し、1118は2010年9月9日に転倒したクレーンの直撃を受け、それぞれ廃車された。1201から1210は2両連結時の増結専用車であり、営業運転用の運転台や前面、方向表示器は設置されておらず、常時2両目に連結されている。 ロードマップ2005年7月30日現在、8つの普通路線と4つの区間運行路線がある。路線ごとに色を定めている。軽鉄の駅。ありがとうございます。